そうですね、まあ、思ったほど多くはなかったですけど、ただやっぱり自分のね住んでいる地域で起きてなかったとしても、やっぱりこれだけ大きなインパクトがあるっていうのは、もちろんみんな一つにつながってますから、エネルギー的にはね、やっぱりこうショックまたはエネルギーのこうレベルがこう落ちるというのかな、なんかそういったこう揺らぎみたいなことっていうのはやっぱ起きてるなっていうのは感じましたね。まずはね、やっぱりこうこれからのねその世の中の流れとか、または日本の流れとか、ね、今回みたいなことがドンと起きるとこれからどうなるんだろうって、やっぱりこう不安になったり恐怖したりすることってあると思うんですね。で、1月1日のワークショップの中でも言ったように、この不安や恐怖というのは何かに対して不安や恐怖を感じているのではなく、不安や恐怖というもともと僕たちが持っている周波数を事柄だったり、もしくは誰かだったりにくっつけて体験してるだけなんですよとお話ししました。でも結局そのくっつけ方っていうのがやっぱりすごく強くなるんですよね。こういった天才だったりね、そういったものっていうのは特に、そしてこう身近な人たちにいろんなことが起きたりすると、そうするとどうしてもその恐怖や不安というものをその事柄とくっつけちゃったりする。そうするとこの不安や恐怖っていうのが拭いきれないまんま、こう日々を生きなきゃいけなくなるみたいな、こう悪循環にはまっていくんですよね。何をするにも恐怖する、何をするにも不安になるみたいな。でもそうすると当たり前のように僕たちのポテンシャル、可能性ですよね、これは低下することになります。そして肉体的な面から言っても、そのストレスというのが僕たちの免疫力という大切な機能を低下させてしまうことにもなるわけですね。で、こういうふうなこう悪循環の中で生活していけばいくほどに、ネガティブな流れにこうはまっていくみたいなことっていうのが普通に起きたりします。なのでやっぱりそこからね、僕たちは抜けていく必要があります。こういった出来事を通して自分の中に浮き彫りになった不安や恐怖を手放し、その先に出ていくことが自分のためにも周りのためにもなるんだと、やっぱりね、そこに気づいてもらいたいというふうに僕は思っているので、常々ね、今回のことだけではなく、なので、それについてのお話だったりね、そして、これからね、やっぱりこの、日本が辿っていこうとしている流れ、そしてそれに対する心構え、まあ、生き方ですよね、やっぱりそういうものに対するこう基本的な本質的なお話と、それにまつわるこうちょっとしたこうワークをね、提供できるといいなというふうに思ってます。不安や恐怖を本当にこう共振して今たくさんの人たちが抱えているので、それを手放していくことでもっと高いレベルで機能することができるようになる。そうなると今何をすべきかということも、この不安や恐怖にとらわれた状態でするのと、それが外れた状態で何をすべきか、高い視点から見ることができるこの状態でそれを思うのとでは雲泥の差が出るんですね。だから自分ももっとパワフルに機能することができますし、パワフルに機能することができればできることっていうのもよりパワフルに働きかけをしていくことができますよね。だからやっぱりそういう自分になっていくための、ワークのために、不安や恐怖を共振して外していくっていうこと、そしてやっぱり、このね出来事を通して多くの人たちがやっぱり、気持ちも体も心もやっぱり病んでるね、どうしてもこう気持ちが落ちるとかね、肉体的に疲労を感じるとか、もう当然のように、たくさんの人たちがこう抱えている中で、それをねこうみんなの意識でこう癒していくっていうこともね、癒しのエネルギーって本当にこう送ってあげることってできるんですけど、自分のためにも他の人のためにもね、やっぱりこうそれって祈りというふうに言い換えることができますけど、僕は常々日本人というのは祈りの民族というふうにお伝えしています。その祈る力というもの、祈りのポテンシャルを引き出すというこの精神性を日本人というのは持ってるんですね。だからこうみんなでね、その部分に働きかけをして、そして、ね、今こう困窮していたり、ね、疲労をもう疲労困憊というのかなになっている人たち、またそれは人間だけではなくて動物もそうですよね、ペットたちに対してもそういったエネルギーをこういかに使っていくか、そのエネルギーを使っていかに癒しを行っていくか、そういうことについてのバックっていうのもみんなと一緒にこうシェアしていきたいなというふうに思ってます。もちろん被災地の方っていうのは困り果てている人もいっぱいいると思うんですね、はい、そして被災地ではないんだけれども離れているところでSNS やテレビを見ているうちに、うん、鬱っぽくなってしまった、うん、という人もいると思うんです、はい、そしてもう一つは罪悪感、うん、なんで私、うん、こんなにあったかいとこで、うん、ゆっくりと寝れてるんだろうっていう、うん、私が罪悪感を持ったところでどうにもならないのにってあると思うんですよ、うん、はい、
そういうのも当日先生にどんどん聞いてもいいですか、うん、もちろんです。そしてその周波数を外していくことっていうのがまず求められてるんですね。例えばこれってその統合の視点から観点からっていう話とは違うように聞こえるかもしれないけれど、例えばじゃあもし僕がねその被災している立場だったとして、そして誰かが、もうそういうふうに困ってる人がいるんだから自粛しましょう、楽しいこともやめましょう、贅沢もやめましょうね、暖かい布団で寝るなんて贅沢極まりない、例えばですよ、もっと自分も簡素な環境の中でみんなと一緒にそれをシェアするためにって言って、その寒い環境を選んで寝るとか、ちょっと変な言い方ですけど、そういうふうにしていることを知った時にそれはしてほしくないと思います。自分たちが大変だから、だから楽しみをやめてねとか、楽しむことをやめてねとかね、暖かい、ところで寝るなんてって言ってそれを拒否するようなことはやめてねってきっと思うと思うんですよ。だからそういう部分でやっぱりそれをすることによってね、でそれがいけないとかいいとかっていう話じゃないけれど、それはそのまんま何もプラスにはならないですよ、その人たちのためにはならないですよ。じゃあその人たちのために何が なるんだろう、何がその人たちのためになるんだろうっていうふうになった時に、やっぱり僕はねこの経験を通して、僕たちがこれから、だって自分だっていつそういうために会うかわからないって、明日は我が身って言い方があるように、日本は特に地震大国というふうに言われるように、地震列島と言われるように、で誰もがそういった目に、まあ、そういったこうタイミングを迎える可能性っていうのがあるわけですよね。今までは何とも思わなかったものが、こんなに日常っていう普通のあり方っていうのがこんなに実は素晴らしいことで、当たり前のことではなくて幸せなことだったんだって気づけた、このエネルギーが周りに伝播してた時に、僕はこれが周りの人のためになると思うんですね。救急にやめよう、我慢しよう、自粛しようみたいな、この閉じるエネルギーではなく広がるエネルギーね。だからやっぱりこのエネルギーを僕たちは今こそ発信していく必要っていうのがあるんじゃないかなって思うんですよね。だからやっぱりそういうところもね、いろいろとこう、じゃあこういう場合どうしたらいいのとか、いろいろあると思うので、お答えできたらいいなというふうに思います。はい、つまりこうだったらどうしよう、ああだったらどうしよう、こうなったらどうするの、これがこうだったらって無限に考えられるんですよ、考えという言い方をするんだったらね。だけどそれをやってるうちに僕たちはどんどん時間が過ぎていきますね。だから今できることってなんだろうって思った時に、じゃあ例えばですけど、あ、募金だな今自分にできることはって思ったら、その後にでもだってこれ本当にそれで大丈夫なのかしらとか、このでも以下はいつも言ってるようにエゴの声なので、あなたがまず自分で今どうしたらいいだろう、こうしたらいいって感じるインスピレーション、降りてくるアイデアですね、これにやっぱりね素直に従ってみるってことが僕は大事だというふうに思うんですね。でその行動したことによっていろいろ出てくるでしょう。やっぱりやらなければよかったとか、でもやっぱりここじゃない方がよかったんじゃないかとか、いろいろ出てくると思います。でもその時にこの自分の中で、はあ、やっぱりこうすればよかったんじゃないかっていうこの周波数ですよね、これを手放していくんですよ。で僕たちはこれを手放してもっと波動を上げることで本当の自分につながりを深くしていくと、そうするともっと最善の道っていうものをインスピレーションで捉えることができるようになるんですね。だから結局どこかで踏み出して行動していかないとその先はないんですね。だからやっぱりね、そういうその勇気っていう表現をするんだったら勇気を今こそ僕は持つ時なんじゃないかなというふうに思います。自粛をねばかりしていると、その自粛することで全然違う地域の会社が困るとか、はい、日本全体が冷えるとか、そういうこともあると思うので、うん、今私たちが今の自分を一生懸命幸せに生きていくということができることの一つでしょうか。そうです。この世界ってね、根本は循環なんですよね。だから循環を止めてはいけないんです。だから経済の流れっていうのも一つの循環ですけど、それを自粛することによって止めてしまうと、そうすると流れっていうのがやっぱりこう切断されます、遮断されますね。そこでこの止まってしまった流れというのは腐り始めるんですよね。簡単に言うと、ほら川の流れっていうのは基本的に常に流れてるから腐らないけど、でも水たまりっていうのは流れがないので腐ってきたり、そこにボウフラが湧いてみたりするでしょ。だからそれみたいにやっぱ循環ってとても大事なんですね。だから自分が可能な範囲で循環させていくっていうことがやっぱりとても大事だなっていうふうに僕は思います。ありがとうございます。
先生最後に一言お願いいたします、はい、ね、やっぱりこうみんなでみんな一つっていう言い方がありますけど、本当に対岸の火事みたいにね、自分のことではない、人事ではないっていう、そのみんなつながってるんだっていうこのベーシックな本質ですよね。やっぱりここをみんなが今本当に意識することが大事なタイミングを迎えていて、今自分にできることで最善を尽くしていくことが本当にその人たちのためにもなっていくっていう意識でね、みんなで超えていくっていう、やっぱりここってすごくベタな言い方になるかもしれないけど、一番大事なポイントだと思うんですね。で、これはもちろん日本だけではなく世界が今もう本当に大激動の流れを迎えているので、もうニュースで報道されないだけでたくさんの人たちがやっぱりいろんなその激動の流れの中にやっぱこう巻き込まれていくような体験をしているわけですよね。でもそこでね、今身近にこの日本ではこういうことが起きていて、でもその身近な日本でまずは本当にこう手に手を取り合ってじゃないですけど、エネルギーレベルでつながっていることを思い出し、今自分ができることっていうこの、みんなとの共同の仕方っていうものを学んでいくことが、これが結局世界に対しても日本が発信できるとても大きなパワーになると思うんですね。だからそういうことを考えるきっかけ、タイミングとしても、今回のね、この、Zoom のセミナーをね、活用していただけたらなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、参加料金は90分で1000円となっております。この1000円を全額石川県に寄付をさせていただきたいと思っております。はい、今こそね、みんなが支え合って、本当に被災地の方々には心からのお見舞いを申し上げます。ありがとうございます。